タバコと悪魔は、芥川龍之介の短編小説。1916年11月に、新市長市場にて発表された。同名の単行本は1917年に、新庁舎より出版された。芥川の小説におけるジャンル、キリシタンものの一つ。タバコを日本に広めたのは悪魔であるという陳説を、書くとともに、その悪魔が誘惑しようとした牛商人にやり込められる。 天末を描く。芥川は作品の最後でタバコがあまねく日本全土に普及したところを見れば牛商人に負けたはずの悪魔は勝っていたのではないだろうか。明治以降、再トライした彼の同性を知ることができないのは返す返すも残念であると結んでいる。タバコの花天文18年、フランシスコザビエルはキリスト教を広めるべく日本にトライした。一方、 彼に使えるイルマンに化けた悪魔も日本にやってきた。マルコポーロの東方圏文録にあるジパングの記述とは、程遠い日本の景色を見物して歩きながら、日本人をどうやって誘惑してやろうかと一人、北ソエム悪魔だったが、そもそもキリシタンがいないことには誰も誘惑しようがない。そこで悪魔は、遠座の暇つぶしとして、畑と農具を借り、園芸を始めることにした。 ザビエルも彼が西洋の薬用植物か何かを日本で栽培するのだと思って、それはとてもいいことですねと賛同した。折しも春竹は、遠くの寺の梵栽の音が聞こえてくる。それがまたのどかで西洋の教会のかんだかい鐘の音に慣れていた悪魔に、とってこののんびりとした梵栽の音を聞きながら霞で、 ぼんやりとした日の光に当たっていると、不思議と心が緩んできてしまい、悪をする気になれず、かといって善をなす気にもなれない。そんなもやもやとした眠気を払うかのように、大嫌いな労働であるはずの畑仕事に、より一層性を出す悪魔だった。耕し終えた畑に、悪魔は耳の中に隠し持っていた何かの種をまく。やがて芽吹いて成長し、夏の終わりに至るや、 ロートのような形をした紫色の花が開いた。しかし、その植物の名を知る者は誰もいない。ザビエルが訪ねても悪魔はただ笑うばかりだった。さて、ザビエルが伝道のために南蛮寺を留守にしたある日のこと、畑の手入れをする悪魔に一人の牛商人が声をかけてきた。その花の名前を教えてほしいという、教えられないと断る悪魔だったが、 牛商人は続ける。一つをお教えくださいませんか。手前も、近頃は、フランシス様のご協家を受けて、この通り、ご収支に経しておりますのですから彼の胸には、小さな十字架が光っていた。ようやく、誘惑できる、日本人を発見した悪魔は北曽へ見ながら、言葉巧みに牛商人を誘い、ついに、お主の名に誓って、契約を結ばせた。 この植物の名をあなたが3日のうちに答えたら、この畑の植物を全てあなたにあげましょう。当たらなかったら、あなたの体と魂をもらいましょう。イルマンの正体が悪魔だと知った牛商人は激しく後悔した。ザビエルは旅行中で助けを頼むわけにもいかない。このままでは、いずれ自分は地獄の炎に焼かれてしまうだろう。3日もの間悩み抜いた彼は、 ついにある行動に出る。悪魔が眠っている深夜、飼っている牛を悪魔の畑に入り込ませ、暴れさせたのだ。熟睡しているところを起こされ、さらに自分の畑を荒らされた悪魔は、怒っていった。昆蓄症、どうして、俺のタバコ畑を荒らすのだ牛商人にはこの声が、神の声のように聞こえた。その後の展開は、予想通り、すなわち、牛商人はその植物の名を、 タバコと言い当て、悪魔の畑を全て自分のものにした。一見すると商人が勝ったような展開だが、タバコは甘ねく全国に広がり、悪魔が勝ったようにも見える、という筆者の感想で結ばれている。ありがとうございます。